はいどうも後藤さんですやってきましたね着物のウルティとトキといういやーレッドの前になかなかすごいの来るねで第1弾は相変わらずの12152025が、ま、超厳選したすごいやつということでそれ以外は、ま、超すごいやつですね厳選したやつもちょこちょこありますけどでじゃあ見ていきましょうまず超すごいやつ確定の4セット目は、えー、と20点 対ピックアップなので日和とウルティ合わせて0.5%ですね片方0.25なので2人で0.5%ということでまあ10%なんでまあ赤髪出ると1 20分の1で新キャラの可能性があるとで忍は0.716ということですねで最後の手配書でもそうですねやっぱり 5%2 人合わせて5%ということなので ままあまあ20分の1でとにかく赤髪が出たら20分の1でまあ新キャラだよとで超厳選したとこだともう7.396と2.465なのでまあほぼ 10%2 体で20%パーあるよと2体で大体いい5分の1でまあ出るとなのでまあ普通の時に赤髪出ると基本的には20分の1で、まあ、超厳選の12セット目のとこでは、まあ、5分の1と。 いうことでななかなかドキドキキでどっちか出たらねまあ終わりまあそんな課金するつもりもないんで、まあ、10セット前後かなまあ12まではいくでしょうねで12いったらで15まで行っちゃうんでしょうねなんでまあ上限15かなただレッドが近いんでねまあそこまで無理せずいきましょうで赤紙なしと10%だからねさあここで2枚出てくれれば。 いきなり全部のせ、全部の背は新キャラも期待できそうなはいはいおおもうこれで確率通り10%なりましたね道中2枚出ましたいやーなんかねアップデートきましたけど昨日ね12時の時点でこの新しいねフェスの情報入ってなくてちょっと焦ったんですけどわあ貫突してるーあとローも欲しいんだよなローも欲しいし意外とね貫突してない キャラはそれなりにいるのでで佐々木がもうおかげさまで4突しちゃってるのであと1体でまあ連携技が5になるのでねまあいきましょうお願いしますいやーあれ4突してると超連携はもう5かだんで3突してるってことかないや前回ね佐々木ラッシュだったんでね前回の第1弾がさあどうでしょう前回ね3体で 最後がね第1弾も一番最後が確定とかだったと思ったんですけどさ <laughs> しゃあないいやーでもきますねまあここでまあこの200個だけ買いますか260個か一番上の、ね、やつだけねこの4900も今日更新されましたけど前のやつも買ってなかったのでね はいじゃあ課金しましまた個いや本当にね課金の額はめちゃくちゃ減ってますねもうちょっとねうんあんまりなんかね超ラストタップが効かないとかいろいろすごいところをバグ残しのままどんどん更新してますけどなんかねあの性能が発揮できないっていう状態のままをありがとうございます。 どんどんね課金させていくこの運営のうわっ修ねえもうちょっともうちょっとさあ道中3枚目でここ確定枠はうわ新しいですけどまだ貫突してなかったはずなんでこれで貫突かなありがとうございますさあマムはね貫突してたんですけどさあ道中3枚出て と赤髪の率が悪くなってる気がするけど大丈夫かなあれ10%だからねちょっとこれもう4セット目いやーダメかさあきついなもうこれ以上はいはい違う違うウルティはよく出ますねありがとうございますさあ行きましょう違う5セットで3枚しか出てないさあ6セット目そろそろどうでしょう 赤来 <laughs> なそうな演出だけどいやどうした10%まあ弾けない時は弾けないしね10連で34枚出ちゃう時もあるんでうわーでもちょっときついなまだ道中3枚はきついしうがないとはいえいやー忍も来ないしねまあ0.7%なんででもほんとちょっとねあの絆決戦珍しくねもうラストタップが効かなすぎてちょっとモチベーション落ちちゃったんですよね いやあ、あれもすごい状況ですけど、まあ、チーターも多分ちょこちょこまだいるんでしょうけど、なんかなかなかすごいイベントになってきましたね。もう、おお、ありがとうございます。道中5枚来ましたね。さあ、さあどうだ。こんだけ2枚。お願い。うわ、キュインコね。うわ、かぶった。おお、あー、忍ぶじゃなかった。でも嬉しい。ダメかー。あ、まだ貫察してない。さあ、すげえな。 おえっかわいいというかこの言葉方言やばいありがとうございますえまたえすげえ7枚来てる確率通りになりましたね10%になりました道中え止まったあおおマジかいや10連でねあいやここで 時とか来たらとか思いましたけどそんなわけはなくていやありがとうございます20分の1赤髪出たら20分の1サクッと引けましたね77連ということではいもう今回はこれ以上忍も引けちゃったので追いません時はまたねまあ、レッドのガチャの情報とか見ながら考えたいと思いますいやもうこれだけで引ければねめちゃくちゃ勝ちだと思いますので ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。なんかいろいろね、育成して、ボイスとか聞いていきたいですけど、いやー、ボックスの整理もなかなかね、大変なんですよね、最近ね、本当に。なんか先にかぶ、あの、混ぜといて、後で解放した時に、過去に入れた分っていうのを有効にしてくれればいいのに、なんかもうそれなくなっちゃいましたしね。いや先に混ぜとくと。 いや、ちょっと音量を上げましょう。ゆっくり花火を見るのも悪くないで。でアリンス。スえ、そうなの？もうテレ屋でアリンスなんだから。ゆっくり花火を見るのも悪くないで。でアリンスうっそうなの。お久しぶりんす。すいやー。いいですね。本当に今回いいな。ちょっと時も引きたくなりますけど、まあ、まあ、ちょっと。 進化後で出ちゃいましたね進化前聞きたかったんですけどまた頑張りたいと思いますご視聴ありがとうございました